26日に函館競馬場での調教中に落馬負傷した今村瀬名機種20イコール立党寺島イコールが28日自身のインタスタグラムを更新し右肩の脱臼と来週に手術を受けることを明らかにした皆は皆様怪我の発表でご心配おかけしていますと綴り水曜の調教中に右肩を初めて脱臼しました 精密検査を受け、来週に手術を受けることになりました、と報告。今後に向けて、手術の経過を見て、体と相談しながら復帰に向けて頑張っていこうと思うので特に目処も立っていません、と説明した。